こんばんは。今8時ぐらいやな。もう8時過ぎてるわ。こんばんは。今日はちょっとね、この後ね、台本をしっかり読みたいので30分ぐらいで終わりたいと思います。今日はアンロゲだねってせやで。今日22時から AKB48 チームメイトのあんたロケロケターボが放送されます。大西もね出てるので見て見て見て、ぜひぜひ見てください。バッティングセンターに行ってきました。そう、ぜひぜひ見てね。今日はね、今日もともとお仕事だったんですけど、それがねバラシになって、でお稽古もそれで NG 出してたからさ、結局今日一日そうって感じだったんけどね。まあでも事務所行って大量にサインを書いてきてんけどさ今そう大量にサインを書いてきました。そうでね、それプラスね、あのプレゼントをね、そう受け取ってきまして、ありがとう、そう誕生日おめでとうっていう、そうファンの方からいただいたプレゼントを全部お家に持って帰ってきました。お手紙もたくさんありがとう、全部読むね。プレゼントも全部大切に使います、ありがとうございます。ありがとう。そうじゃあ先ちょっと開封して整理したからさ、部屋が今ごちゃごちゃなのよ昨日まで綺麗やってんけどな、昨日まで綺麗やったのにな。そう、そうちょっとこれも今日中に片付けたいわと思って、嬉しいね。もう食器棚買おうと思う。なんかちっちゃい細い、ちっちゃいなんか細長いなんか食器棚とか売ってないかな。あ、もういいよ。ありそうだけどね。ね、ありそうよね。なんか細い、細くていいのよ。なんか細、うん、ある程度入れば。一人暮らしするあれに食器だなってあんまりいらんと思うんだけどさ、なんかそう日本酒今ねプロデュースそうしてて、でそうお誕生日のねプレゼントもありがたいことに、そう日本酒のグラスとかがねめちゃめちゃ多くて、そう大西日本酒飲み放題やわ、なんかお家で日本酒いくらでも飲めるんで、
こんだけグラスあったら、そう嬉しい、かわいいの。なんか他にもいっぱいあるけど、ね、一番手前にあるのがすごい。見てこれめっちゃ可愛くない？ほら、でこんなこんなたくさん、ほら色とりどりなの。でほらめっちゃ可愛くない？すごいよ。そう、かわいいだね。そう、日本酒飲み放題です。そう、かわいいよね。そう、こういうね、たくさんもらった、いただいたやつとかね、ちょっと入れときたいし。単純に大西もね、食器が好きでさ、可愛い食器あったらすぐ買っちゃうの。だからなんか大西、まあアコに入れてるのよ、食器とか、あのキッチンの上の棚みたいなところに入れてんねんけどさ、そう、そこしか場所なくて、でももう入んない。コップとかもね、もう入んないんですよ。なんか危ない、なんか今危ない置き方してるから、食器棚をね買おうと決意した。食器棚をそこに置こうと思ったらね、だいぶ。なんか部屋のさ、レイアウトとかもさ、変えたいなって思うの、たまに。このベッドの位置とか、なんかいろんな家具の位置を。ベッドでかくてさ、一人じゃ動かせない。うん。もう一個ちっちゃいのにすればよかったな、ベッド。いや、今のベッドもね、めっちゃいいんですけど。いや、でもベッド一個サイズ変わっただけで、そんな部屋の広さ変わらんか。難しいね。もう自分も最近引っ越して家具を揃え中って、その時が一番楽しくない？なんか、そうね、楽しいよね。なんか引っ越してさ、家具を揃えてる時って。でもさ、なんか恩師が思ったのは、引っ越してさ、やっぱでもすぐさ、物って必要やん。だからとりあえずさ、なるべくさ、こう安いのでとりあえず揃えるやん。でもさ、まあ、大きいさ、洗濯機とかさ、電子レンジとかは別にいいけどさ、お皿とかもさ、一気に買いすぎたのよね、最初。そうで、後からさ、こうなんか雑貨屋さんとか行ってさ、めっちゃ可愛いお皿とか見つけてさ、うわ、めっちゃ可愛い、これ欲しいって思うけど、いやいや、もう西んちめっちゃもうあるしな、みたいなお皿、そう、すごい思うのよ。そう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 、せやねんな。そう、ほとんど多分おいしい食器とかはね、ニトリとかで買ってんけどさ、
ニトリのももちろん可愛いねんけどさ、雑貨屋さんのさお皿とかって可愛いやん。ニトリかフランフランでも美味しかった、今までのやつ。フランフランはいいよねって、可愛いよね、もう買っちゃうの可愛くて。食器100均のも可愛いのあるやつ、100均のやつもあるよ。おいしい100均のもある。コップ100均でよく買っちゃう。もう買っちゃうのよくない、分かってる、よくないって分かってる、分かってんねんけどさ、買っちゃうのよ。フランフラン行くと買わずにはいられないって。せやんな、絶対買っちゃうの。誰かコップとかもらってくれへん誰かさ、ちょっとコップもらってくれんかなちょっと買い替えたいな、買い替えたいっていうか、もうちょっと減らしたい気持ちがね強いんだよね。みんな食器ってどうしてる？でも使い続けるよね、ずっと永遠に割れるまで。食器好きな人とかどうしてんねやろ、溜まっていくくない？捨ててるよやって、マジ？もったいなくない？え、皿って難しいよね。フリマで売るって1円で売ろうかな1円で結構人気入ってますけど、もらってくれませんか。いやー難しいね食器って。使わないの実家に送ったらって、実家も実家でだっていらんやろコップなんかさとりあえず食器棚やな、食器棚買おう。うん、食器棚を買います。でもネットとかで買ったらさ、組み立てがさ必要なやつ多いよね。なんか下な引っ越した時にさ、なんかおしゃれな棚買ってんけどさ、おしゃれな棚とテレビのこの置く台みたいな、でもさ全部自分で組み立てやったからさ、組み立ててあるやつの方がいいよね、食器棚とかやったらね。だからそれこそ店舗行かんのね。店舗行ってのがね、いいよね。でも搬入するのに人がやってくるって、ああ予定合わせやなあかんわけや、むずそれはむずいなねえ。この日に絶対やんなあかんっていうのがさ、ね、難しいからね。
誰かと組み立てると楽しいんですけどね。もし組み立てるのは好きなのよ。そう、楽しいけど時間がさ分からんやん、いつ組み立てられるかとかね。そうなんだよね。ね、ちょっとまた考えよう。ね、考えます。あ、そういえばラーメン2食目食べた、食べた、今日朝の5時半から今日朝の5時半に食べたラーメン。朝ラーメンした。美味しかったです。朝から食べれるのねって。うん、食べた食べた、美味しかった。そんな濃くないラーメンやったからさ。うん、さっぱり食べれましたよ。それでツイッター回してたのね。そう、違うのよ。昨日それこそショールーム終わってもうなんか寝落ちしてたの昨日。そう、だからこの座椅子を枕にして寝てて、そう、床で寝てたのやから起きたら腰が痛かった。もう眠すぎて昨日。今日はやから絶対寝落ちしない。ショールーム30分に終わって台本読んでお風呂入って部屋の片付けして寝る。うん、あんロケは見ないって。あんロケ大西一見れないんだ大西一映んないんだよそう、そう、見れない。この実家では見れてんけどさそう、このお家は見れないんだよ。だから皆さん見て見てどうだったか報告してください。そう、ぜひよろしくお願いです。大西はあの力を使ってみるから。
スタッフさんにお願いして お願いいたします。確認用のやつしか多分ないと思ってた。ね、契約ね、全部見れるようにしたいけど、なんせお店そういうの一人でさできひんのよね。ちょっとまたお兄ちゃんが家に来た時にちょっとやってもらおう。いろいろなんかプレゼントでもさ、ファンの方からなんかテレビでさ、なんかネットフリックスとかさ、契約してるやつを見れるやつをくださったのよ。それもさ使いたいねんけどさ、使い方がわかんもうねえ、そうそういうのがね疎いんですよ。難しい。なんか機械が得意な人になりたい。機械とかそういうの、そうできないんですよ。私ほんと機械触れない。なんかさ最近あれもさしたいなって思ってんけどさ、なんかみんな携帯でさなんかピッピッピッピしてるやん、なんか改札とか。あれもなんかよう分からへん。あと携帯でなんかお支払いとかさ、なんかクレジットカードとかもさ私持ってないからさ、携帯でさたまに通販とかでさ買い物、これめっちゃ可愛いと思って買い物とかすんねんけどさ、最終段階で引っかかるのよクレジットカードみたいな。難しい、なんかそういう感じのやつすべて難しい。人生ハードモードやで。そう電子化についていけてないやんって、ほんまそう、なんかもう分からへんのよ、なんかやり方が。あそう分からへんの、苦手なんです。なんかなんかさスイッチもさ大西持ってんねんけどさ、でさなんかをしようと思ってあれかな、スプラトゥーンでなんかしたくてオンラインのなんかを、でなんか多分お金がなんか多分必要やったから、あのコンビニのヨッシーのカードを買ったの。なんかそうなんかそれもさなんか使い方わからなくてさ結局できてないの。なんかそれそう分からへんねん。もううん調べ
べたらできるでしょうね。調べたよ、調べたけどなんか理解ができん、そう理解ができない。なんか言われたことやってるはずやのに、なんか進まない、エラーみたいになっちゃうんですね。まあそう、だから今度テレビのやつもお兄ちゃんとか来たらやってもらうわ。うん、だからみんな今日は22時から CS 見れる方はぜひあのロケ見てください。お願いいたします。家のブルーレイの配線を自分でやってるの。ブルーレイ？ブルーレイ？ DVD レコーダーってこと？これはだってコンセントつなぐだけやからできるよ。コンセントつないで赤黄色白みたいなのね、させばできるから、それはできる。これブルーレイなん？知らんけど、これブルーレイ？これ何？DVD レコーダーやで。そう、まだコンポジなのね。何コンポジって、何、なんかめっちゃ英語くるやん。 HDMI、何それ。いや、なんでそんな当たり前みたいなことそんな言うの。怖い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 、何何何何それ、初めて見た。 H HDMI を使うと画質が良くなる。別に画質はいいよ、何でも。別に見、そのものが見れたら画質なんか別に何でもいいから大丈夫。どういうことね、何それは、何そのものは、何1DMI、 それは何、モノコード、接続端子コード、あ、コード、そうなんや。ケーブル、そうか、ありがとうやで。なんかすごいかっこいいこと教えてくれてみんな。でも大西はね、今でも人生ついていけてるから、そう、今楽しく人生生きれてるから大丈夫。大丈夫、うん、ありがとう。みんなすごい物知りなんだね、ありがとう、たくさん教えてくれて。分かった。ありがとう。うん。うん。将来あれやな。もし大西が結婚するってなったら、もう超絶機械得意な人と結婚するわ、じゃあ。超絶機械が得意な人と結婚するようにするね。もうそれ、あの、条件にするわ、じゃあ。全部やってもらう。もう分からん。もう分かんない。もう分かんないよ。分かんないよ。でもさ、そんな大西でもさ、ルンバをさ、ちゃんと起動させれてるってすごいよね。そう考えたら。
うん、でもなんかクリーンのボタンしか押せへんけどね。それ以外のなんか機能全然分からへんから使えてないけど、パソコン、これはパソコン使えるのは夢のまた夢ですね。パソコンもに使えへんもんだってそもそも。でも携帯使えてるからさ着るんです。人生もう絶対半超えてるわ。あのそんな超えてなかったね。ということでですね、もう昨日は寝落ちして私は反省したので、今日はショールーム配信ここで終わって、部屋片付けて、台本読んで、ご飯食べて、お風呂入って、アンロケでエゴさして寝るわそうする。だからエゴさするから、アンロケでみんなつぶやいてな。ありがとうねということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思うので、ランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位コバットマーク大西推しさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がタカタカさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が大好きアットマーククラリスに会えるの楽しみにしてますさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がヒヨヨさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がツバッサーさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がミカリン、ありがとうございます、イエイ。そして11位がカッキーアットマーク大西くんアットマークブブカ11号を予約しましたさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がアイスさん、ありがとうございました、イエイ。やった。お、それなんか情報載ってた、ブブカさんのやつ。どっかで載ってたかな。あ、表紙にお名前出てるよ。お、あ、ツイッターって、あら、ツイッター、あ、公式はまだやって、なるほど。ということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思いますでは、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではバイバイ。ありがとうございました。またね。バイバーイ。